ちょっと大きい。スティック。ベトナム風のお好み焼きですね。お野菜に巻いてあのソースにつけて食べるんですけど、あとはサラダだとパパイヤサラダ、青パパイヤサラダ、あと炒め物だとちょっと辛いピリ辛の料理になるんですけど、牛肉のレモングラス炒め、あとは、まあ、お店一番のおすすめ人気メニューだと牛肉のそばですね、はい、あとはおすすめこういうベトナムの風の水餃子、蒸した春巻きみたいな感じで、はい、もちもちしてて、はい、はい、ありがとうございました。 Today we eat this one Bangkok。このお店は2005年からやってるので、もう18年目、20年近くやってますね。出身は？出身、一応私は、ベトナム人、純ベトナム人なんですけど、両親が、ベトナムで、で私は生まれが日本ですね。でこのお店自体もあの家族経営なので、みんな家族でやってまして、なのでお料理とかも本当家庭料理で、あの本当ベトナムそのままの味を楽しめるお店だと思います。素晴らしい、ありがとうございます。